鎌倉影正は平安時代後期の武将。父は官武平氏の流れを組む平影なりとするが、平形通りの子とする説もある。通称は剣五郎。名は影正とも書く。父の代から相模国鎌倉を漁して鎌倉市を称した。巨漢は藤沢市村岡東とも鎌倉市由井ヶ浜とも言われる。16歳の頃、 後三年の役に従軍した影政が、右目をいられながらも奮闘した逸話が、欧州後三年期に残されている。戦後、右目の療養した土地には、芽吹の地名が残されている。長次年間相模国講座軍、大場見クリアを開発して、永久四年頃、伊勢神宮に寄進している。この形次は、長生四年当時の大場見クリアゲスとして、記録に見えている。また、 アズ鏡カは2年2月8日上には、その孫として、長江義影の名が記されている。なお1895年に9代目、市川團十郎によって、原稿の方が完成された、歌舞伎18番のうちしばらくでは、それまでは単に、しばらくとだけ通称されていた主役が、鎌倉健五郎影正と定められたが、実在の鎌倉影正からその名を借りただけである。 尊卑文脈による系譜では、影政を平高持の抜子義重もしくは次男両県の四世孫と、し、大場影吉、影地下、梶原影時らはいずれも、影政の三世孫とする。他方、鎌倉時代末期に成立した官務兵士諸流系図による系譜では、影政は吉文の系統とし、大場影地下、梶原影時らは、影政の叔父の系統とする。 影政の登場する系図は3種類あり、うち2種類では、香川市や大橋、梶原市などは、影政の兄弟もしくはいとこに連なる家系としており、確かなことはわからない。横浜市内の旧鎌倉郡にあたる地域に多く、存在する御霊神社はむね影政を祀っており、その他各地にも、影政を祀る神社がある。ありがとうございます。